渡辺です。5つの目玉と頭から伸びるホースのような腕、奇妙な絶滅生物オパビニアという話を今日はお話ししたいと思います。絶滅生物オパビニアなんですけど、これはバージス動物群の一員と言われている生物で、バージス動物群っていうのはカナダのバージス山というところから一連の化石が出てきてですね、そのように名付けられているわけなんですけど、まあですね、このバージス動物群っていうのは非常に変わった形のものが多い。アノマロカリスとかハルキケニアとか、まあ、聞いたことあるかもわからないんですけれども、特にですね、今の生物から、今の世界に住んでいる生物からは考えられないくらいですね、変わった姿をしたものが多いことで有名です。それがバージス動物群で、その中でもですね、際立って特に奇妙な形をしているものがこのオパビニアという、今日ご紹介する生物になります。でオパビニア、いろんなまあ復元図があるので、まあ、その図は どんな姿だったかというのは、まあ、図を見てもらう方が早いんですけど、ちょっとその形態を口でご説明したいと思います。まず最大の特徴は目玉が5つあるということです。目玉が5つですね。で今の生物、普通は目2つしかないじゃないですか。まあ、目が3つ4つ5つある生物、まあ、1つしかない生物、あんま聞いたことないですね。今の生物っていうのは、今のっていうか、まあ、私たちの身の回りで見かける生物っていうのはみんな目玉が2つです。まあですね、まあそうは言っても例外的にというかですね、まあ、例えば昆虫の多くは5つ目があったりですね、あんま知らないですよね、5つ目があったり、クモは8つ、8個目があったりとかするわけです。なんですけれども、まあですね、セミとか昆虫にしてもメインは2つなわけです。2つプラス、まあ、ちっちゃい目が3つで5つだったりとかですね。でクモの8つの目があるっていうのも、まあ、2つメインで、あと6個別の目があるとかですね、まあ、そんな感じで基本的には目は2つなわけです。でもこのオパビニアの目はそう違うんですねオパビニアの目は5つ、同じような目が5つあるわけです。頭に5つついている。しかもですね、この目の形がちょっと変わっててですね、まあ、カニとかエビみたいな感じでキノコみたいにぴょこっとちょっと飛び出ているわけです。突き出ているわけです、目がですね。で、まあ、頭の上にですね、目が5つぴょこ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 ってキノコみたいに飛び出しているので、上の方は360度全部視界が確保されていた、見渡せたと考えられています。でこのオパビニアの姿ですね、まずは目が特徴です。でどれぐらいの大きさだったかということなんですけど、大きさはまあ4センチから7センチと言われていて、まあちっちゃいです。変な形してるんですけど、まあ、そんなでかくなくてですね、まあ、ちっちゃい生物だったわけです。なんかね、あのモンスターとか言われますけど、まあちっちゃいですねで海の中の生物ですね、水の中を泳ぐ生物だった。でまあ大きくても7センチぐらいで、目玉が5つで、胴体はですね、まあ、ちょうど、まあ、ちょっと平べったくしたイモムシみたいな形なわけです。こうですね、しましまが、節が、節があってですね、まあずんぐりしている。でそこの片方が頭で、頭の上には目が5つついている。さあちょっと想像できてきましたねそして頭からですね、次の特徴なんですけど、頭から象の鼻みたいなですね、こう長いホースみたいな腕が、手が伸びています。オパビニア頭からですね、こう象の鼻みたいなのが伸びていて、その先にハサミがついていてですね、そのホースの先に、まあ、カニのハサミみたいなものがついていて、物が掴めるようになっていたんです。で海底で生活していますので、海底の砂底の中にこうホースをですね突っ込みながら、こう砂の中を探りながら、柔らかい獲物を、動物をバシッて掴んでですね、でこれをまあグニーって曲がるので、こう持ってきてガブッと食べるとそんなですね、ホースの使い方をしていた。一本の腕として機能する長いホースが頭についててですね、それで獲物をガシッと掴んでバクッと食べるそういったですね、変わった生き物だったわけです、オパビニア。で、まあ、ホースのような手が、あれですね、一つの特徴。でこの挟む部分は野菜挟むトングみたいな形、カニの挟みみたいな形で、まあ、バルタン星人の手みたいな形です。こうパカッと横向きに挟むんですね。
というのがついている。そして口は頭の下にあるので、まあまあ象を想像してもらうと分かりやすいと思うんですけど、掴んで口に持ってきて食べるんですね。こんな感じで食べていた。そしてまあ7センチぐらいの生物で、体の横にはですね、たくさんのヒレがついていた。ヒレがついていたんですね。ムカデの足みたいにたくさんこう葉っぱみたいにヒラヒラした足というかヒレがたくさんついていたわけです。それでこう波打たせながら泳いでたと考えられています。あと、まあ、最後は尻尾ですね。尻尾、頭と逆側のイモムシの胴体のこの頭の逆側に尻尾がついていたんですけど、エビの尻尾みたいな尾びれがついていたと考えられています。まあ考えられているというか、化石からそういうふうに復元されているわけですね。でこれがもう特にバージェス動物群の中でも奇妙だと言われているオパビニアの姿です。なんとなく想像できたでしょうか。そして当時の海底で生活していたオパビニアのですね、ご生活が想像できたでしょうか。まあ、今日紹介させていただいたのは、そのオパビニアなんですけど、まあですね、まあ、この生物、バージェス動物群と言われる一群の生物というのは、約5億年前に生きていた絶滅生物だと言われています。5億年前。もうめちゃめちゃ長くてですね、どれぐらい昔かもわからないぐらい前なんですけど、この5億年っていうのは結構ですね、重要な時期とされていて、実はバージェス動物群が見つかった、その化石が見つかったバージェス山の、バージェス山の、地層っていうのは約5億年前の地層である。で、その地層からはたくさんのバージェス動物群の、動物の化石が出てくるわけです。しかしですね、それよりも古い地層、約5億年前よりももっと古い地層からは全然出てこないんですね。全然違う、ほとんど出てこないわけです、生物が。急にですね、そのバージェス動物群が出てくるあたりの5億年ぐらい前の地層から急にですね、化石の量がわーっと増えるという、この5億年前っていうのがですね、まあ、重要な位置を占めるわけです。でこれがですね、もうどうやらこの時期に急激に生物がたくさん現れたんじゃないかというふうに学者たちは考えてですね、カンブリアの大爆発と呼んでいます。カンブリアの大爆発って最初はですね、ワンダフルライフという日本語にもなった本で、スティーブン・ジェイ・グールドさんという研究者が紹介して、まあ、バージェス動物群が有名になって、まあ、ちょっと古い本なんですけどね、まあ、有名になったことでもあります。カンブリアの大爆発で、このカンブリアっていうのは時代の名前でですね、先カンブリア時代の次が古生代っていう、まあまあそういう地質の時代があるんですけど、古生代カンブリア期にこのバージェス動物群の地層があるので、まあ、カンブリアの大爆発と呼ばれています。でそのカンブリアの大爆発より以前の時代は先カンブリア時代といって明確に区別されているわけですね。でそんな大切な時期に生まれたバージェス動物群で奇妙な動物がたくさんいて、まあ、それは絶滅してしまっていて現代の生物とは全く違う姿をしていたであろうというふうに考えられています。今日はそんな奇妙な形をしたバージェス動物群の一つ、奇妙な絶滅生物オパビニアについてご紹介させていただきました。ありがとうございました。